次に、あさこハウス友の会の水沢敏郎さんにお話をしていただきます。水沢さんはこのチラシの後ろに、10回目のあさこハウス訪問ということで内容をちょっと書いていただいてます。はい、では水沢さんよろしくお願いいたします。水沢です。あさこハウス友の会の会員になっております。私がですね、あさこハウスに行ったのは2013年日本友和会っていう団体がありまして、そこもサマーセミナーで連れて行かれましてですね、オーバーゲッパスとか知ってたんですけども、あさこハウスっていうのは全然知りませんでした。現場に行って非常に驚きました。まず最初に驚いたのは鉄条網ですね。アウシュビッツのさながらの鉄条網がバーッと繋がってたんですね。ここのところに、アウシュビッツはなんかアルバイトマッハとフライマンでありますけれども、ね、働けば自由になる、あそこは働くと地獄になるじゃないですか、私思いました。そういう、こう看板かけたらいいんじゃないかなと思ったので、それともっと驚いたのは、あさこハウスのすぐそばに原子炉建屋があるんですね。すぐそこに見えるわけです、200メートルぐらいありますけれども、もう一つは津波の避難所からですね、高台にあるんですけれども、そこから見るとですね、原子炉建屋のすぐそばまで民家が来てるんですね。たまたまその2013年に行った時にはドイツの女子学生も来てるわけです。その女子学生、おへそにピアスしてるようなちょっと問題のある女性だったんですけど、その人がですね、ドイツでは考えられないって言ってます。あんな民家をね、近くに原子炉を建てるなんてドイツでは絶対考えられないと言ってるのは非常に私はね、印象に残ってます。その他、あつこさんの話で、土地の買収に関してですね、非常に卑劣でですね、もう、なんて言いますか、やり方をしたわけですね。その関係で、近隣の人とか親類とか知人とか友人とかがみんなに裏切られたということで、もう本当に壮絶をですね、見るよりかも、激しいって言いますかね、強烈な印象を受けました。でもそれを受けて感じたことは、やっぱり百聞は一見にしかずっていう発言はですね、あさこハウスのためにあるじゃないかというぐらいに思っております。でもそれも印象が強烈だったもんですから、やっぱり現場を見てもらわなきゃいけないということで、毎年できるだけ有志を募ってですね、あさこハウスに行くようにしておりまして、その間にも学生は混じってたんですが、昨年からは主に学生さんをね誘って、行くようにして、こんなところ、無名12、3人ですか、先ほどお話しいただいたね、小林さんなんかも、去年も中心になってやっていただいておりますけど、やっぱり、若い人がですね、見ていかないと、じいさん、ばあさんばっかりですぐ死にますからね、運動は続かないということで、今後もそういうことを続けていきたいというふうに思っております。で一番あさこハウスで困ってられるってことはですね、まずお金の問題ですね。特にこのコロナでいろんなことが集会ができなかったということで、カンパも集まらないですし、解散も出ないという、それからウクライナの戦争でみんなあっちの方へお金が行っちゃうような感じですね。やっぱり画面に白人のですね、可愛い子が映ってると皆さんお金そっち行っちゃうんじゃないかなと思うんですね。あさこさんはそんな美人ではありませんからね、あまり期待はしませんですが、そっちの問題で非常に困っているということです。それから、あとで、これはもう恒常的な問題ですけども、電気と水ですね。で特に風呂なんかが非常に困るわけで、冬なんかはですね、その入り口から1000メートルぐらいのですね、砂利道と下り坂です、入り口から。だから朝霞ハウスから来ると登ってこないかもしれないですね。風、潮風が強烈ですけど、お風呂に行って帰ってくると冷え切っちゃうわけですね。ですからそうなると、タクシーを使わざるを得ないということで、往復4000円ぐらいかかるということですね。ですから、週に、ここにも朝霞さんいらっしゃるかもしれませんけど、1回か2回しか行けないということでね、非常に不便な生活をされていること。それからもう一つは、運動の問題なんですけれども、あさこハウスに寒波ということで、しましたよという
ことが、手紙が来たりとか、訪ねてきた人がいるそうなんですが、実際にお金が来てない。どうしてかと思って聞いてみたら、その団体に監査してくれる。その団体が監査の方に来てない。もちろんその、善意だと思うんですね。だけど、うまく伝わってないんですから、朝霞放水に監査したのか、その団体組織に監査したのかが、まあ、はっきりしないというか、わざと間違えたのか知りませんけれども、朝霞放水に来ないというですね。これは非常に、かなり数があるようです。でもちろん、意識的にですね、朝霞放水の名前を使ってお金を集めているところがありますね。で、そういった問題がね、非常に、まあ、一番困るというのがありますね。で、まあ、それに関連して、そういう反原発団体とですね、関係の問題です。で、例えば、8月に、ちょっとそこ、一つ星の字が、マグロックとかって、ちょっと私、正確な名前忘れましたけど、大会やってるんですね。2年間やってませんでした。今年やりました。3年前か4年前にやった時、私も行きましたんですけれども、そこの記念になった公園ですか、中では、朝霞ハウスっていうのは一言も出てこないんですね。すぐそこなんですよね、そのところから見ると。マイクで言ったら聞こえるぐらいのところに朝霞ハウスがあるのにですね、一言も増えない。で、今年もですね、私は今年は行っておりませんけれども、行った人に聞きましたら、一言も出てなかった。で、あれは少しおかしいんじゃないかというようなことね。なんか歌って踊って騒いでるだけだというようなことを言ってられましたですけどね。ただまあ僕はそれはそれでいいと思うんで、いろんなやり方がありますから運動っていうのはね。でもやっぱりね、原点は朝霞ハウスですから、すぐそばにやっててですね、朝霞ハウスに触れないっていうのは非常に問題があるで、そういった問題っていうのはやはりいろんな原発団体とのですね、関係がうまくいってないというで、こちらのこの函館の、裁判の問題もですね、まあ、もちろん裁判ですからね、直接的には関係ないんですけれども、やはりやっぱり朝霞ハウスの問題というのはね、やっぱりその火に触れて、そこでこう紹介してね、こちらでやってますよというような問題がやっぱり出てもいいんじゃないかと私は思うんですけどね、まあ、函館の方でどうなってるか、私も分かりません。これはもちろん私の個人的な意見ですからね、ちょっと誤解になるようにはしてますけど、まあ、そういったような感じ。が、まあ、一番今のところ大きいものである。でその他にもいろんなですね、個人とか団体が朝霞ハウスの名前を借りてといいますか、名乗ってやるわけなんですけども、なんていうか自分たちの組織の論理とかですね、やり方を押し付けるっていうか善意ではあると思うんですけどね。だけど朝霞ハウスっていうのは一人で始めてですね、一人で続いてられるんですね。で世界でも非常にまれなね、やり方だと思って、成功してる運動だと私は思っております。で実際に反対運動のために、原子炉の設計を変更してですね、移したっていうところは世界でもないんですよね。本話だけだと私は聞いております。ですから、それだけ有効なね、活動をしてる人にですね、まあ、ああしろだろ、こうしろだろっていうのをね、言う方がおこがましいと私は思ってるんですけども、まあ、いろんなやり方がありますから、それは悪いとは言いませんけれども、やっぱりそういった形の押し付けとかですね、そういったものがある。で、それまでに土地の買収の問題でね、土地の買収最初200万だったそうですが、最後は2億円です。もう私だったら転びますけどね、まあ、そういう転ばないでやられた人だとか言うわけなんですけども、そこの過程で友人、知人からね、非常にまあ、裏切られてるわけで嘘をつかれて、でひどい話は俺がその朝子を口説いてくるからって言うと電源返せ金を起こすんです。その成功してもしないんですよ。でそのお金っていうのは全部我々の電気料金ですからね。あれは電気料金っていうのは原価主義ですから、かかったお金の上に利益を乗せるんだから、電源返せお金は全然痛まない、肌は痛まないんですね。でそういった問題でもってね、散々まあ痛めつけられてますね。ですから、まあ、いろんな組織とか団体に対して、ちょっと不信感を持っているというかね、あると思う。まあ、そんな関係で、我々はじゃあどうしたらいいかということで、ね、やったときに、まあ、お金をなんとかね、出そうと、お金だけの口を出さないというような感じで、やっております。まあ、これは大体今10年ぐらい続いておりますけれども、まあ
年間ですね、100万ぐらいあればなんとか生活できるだろうということで、そのうちの5、6割をなんとかしたい、100万円をなんとかしたいと思うんですけど、とても年金生活費は無理でして、半分から6割ぐらいでってなんか言っておりませんけれどもね、まあ、そういったその団体がいくつかあって、継続的にですね、支援するな、あそこで頑張ってもらう。要するに、あそこさんがあそこにいるということですね、365日、24時間が活動なわけですね。我々がこういうところに集会に来て、ね、いや帰って、うち帰ったらおごられて、ご飯食べて寝るってことです。彼女はそうじゃないですね、うち帰ってて活動ですからね。そういった活動とね、我々の活動全然違いますから、質的に。だから、少なくともその生活をね、維持しなきゃならないというふうに私は思っているんですが、いかんせん力がないんで、そこまで目標には達しておりませんけど、今来られている方はぜひ、そういった会を作っていただくとね、やっていただければありがたいというふうに思っています。特にまあそういったものをやる場合にですね、手紙を出したけど返事が来ない、カンパしたけれどもお礼が来ないとかですね、そういう声をよく聞くんですよ。しかし一人でやっておりますからね、なかなか、しかも1000メートル近いところの砂利道を登っていってですね、そこからまた郵便ポストまでものすごい雨なんですね。で、冬のさなかとか雨のさなかとか、どこじゃないとやってられませんよね。だから我々の常識でね、判断しない、要するにあそこさんがあそこに住んでてもらえばいいということで、私は支援って言葉はあんまり好きじゃないんですけどね、私の代わりに向こうで活動してもらってると思ってる、そういうような気分でね、なんて言いますか、カンパをね、お願いをした。最後、金の話でございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。私たちにもちょっと耳の痛いような話もありまして、水沢さんとは最近知り合ったんですけれど、まあ100% よく分かったというわけではありませんし、私たちが、この大間の、集会をしてますと、いろんな方から朝ごはんは今どうなってるのって聞かれるんですけど、ちょっと私たちも十分把握しきれないこともありますし、今回はいい機会だと思いまして、水沢さんに話をしていただくことになりました。皆さん、では次は、弁護団報告になります。でちょっとその前に、今回、この裁判報告会も28回目を迎えますけれども、私たち実は前回、選挙がありまして、告知はいつも福島みずほ議員のから紹介して貸し出しをしていただいてまして、まあ、それがなんかしばらく当たり前みたいな感じでやったんですけど、前回の選挙の時にこれは福島さんがもしものことがあれば大変だと思いまして、私たちもかなり熱心に通られるように頑張ったんですけれども、今日は福島議員はちょっと予算委員会があるということでお見えになれないということで、先ほどご挨拶をいただいたんですけれども、今後もこの裁判報告会をぜひ進めてずっと継続できたらと思っています。はい、で皆さんもどうぞ参加をよろしくお願いいたします。じゃあ次に弁護団報告ということで、順番は青木先生、ただ青木弁護士、内山弁護士、ただの弁護士となってますけど、で内山弁護士はお休みで、はい、カイト弁護士とただの弁護士ということでご報告いただきます。じゃあただの先生、どっちか、ただの弁護士の報告でよろしくお願いいたします。弁護士の田野と申します。私の方からは今函館のこの法律の裁判の中で、どんなことが争われているのかという今日は法廷に出した準備書面は、法廷では説明する時間がなくて今回したんですけれども、今日少し時間をもらったということで、こんなことが問題なんですかということを皆さんにも共有させていただければというふうに思います。今出している図はですね、これ前回の期日、4月の期日で出したものなんです
ね、我々はずっとこのオーマーの講義に核酸素が高いで核酸素がこういう主張を続けております。これは学者さん南方で道下先生の2012年の論文に基づいて、主張しているということです。でこれは現図は渡辺先生の図なんですけれども、オーマーが位置しているところというのはこの辺り、この辺りですね、なんか赤いのがそうなったところで、西側のちょっと下ですね、今日はね、今お話があったサンコハウスもあるにあって、これ何を示しているのかちょっと分かりづらいので、こう色をつけたのがこれなんですね。この黄色とかですね、オレンジ色の地層っていうのは実はその当時の海で堆積したものの、同じ地質なんです。日本のその国、日本だけじゃなくて世界中の海がそうなんですけども、温暖気と氷気を繰り返して、海面というのは上がったり下がったりするんですね。上がった時に形成される地層、下がった時に形成される地層、要するに、海水準がこう、変動も収まってですね、そこでその繰り返しこう波が削ることによってですね、平坦なみたいな。で、そういう研究は世界中で進んでまして、この黄色の地層というのは同じ時期に作られた地層だ、それからオレンジの地層だということが多いなされています。これは被告電源開発も国も争いません。これはこういうものだ、こういうことで、ここは争いがないんですね。で、問題は争いがどういうところにあるか。我々としては渡辺先生が言うように、これは核酸素で、高低差ができて、この黄色いところを見てもらうとね、例えば60メーター、50メーター、40メーターこう南西側に下がっていってるじゃないですか。この地層というのはできた当初は水平だったんです。できた当初は水平だったのが、こういう傾斜になっているとしまって、で、これが渡辺先生は活断層の、活動によるのと、これに対して電源開発は何て言っているかというと、東西 の、 そのプレートのゆっくりとした押したことによってですね、押しのターン全体が盛り上がっていったと、こういうような主張をしている。これが裁判での争点になっているんですね。で、しかしそれはやっぱり無理がありまして、ここで黄色いところから連続を見ていただければと思いますが、これを一番合理的に説明するのは、この矢印のところに活断層を想定するというのが一番合理的だと。でこういう地層っていう地形っていうのは日本中実は結構他にもありましたね。下の図は四国の足摺岬ですよね。南海トラフが繰り返し地震が起こしたことによってこういった断層が高低差ができているというところで、こういう地層地形っていうのは結構日本中あるいは世界中にたくさんあります。で、その証拠として、この写真は弁天島、この上のところに島があるんですけれども、ここでその地震の隆起によって短時間でこう隆起しているというところが6.5 メートルのところと 2.5 メートルきれいにこうあるんです。こういう地形というのはこれも日本中にいろんなところにあります。千葉にもありますし、神奈川もありますね。ということで、こういった断層を、想定すべきだところが、これは2012年に論文が出たわけですけれども、おまけの電源開発は固くなに拒否にしてきてました。で、こういった形でその、ビュンとこう東西に押されてできた地形というようなことをずっと言ってきたんですね。これは規制委員会は、絶対やると、これは受け入れられないと、はっきりこれについては受け入れられないんだということを言って、ここまで6年7年経ちました。で、昨年、11月に、とうとう諦めて、電源開発はこういうその断層を仮想的にシミュレーションしてみましたというところで舵を切ったんですね。つまり断層を認めて、断層 の、 活動があったとしても耐震性は大丈夫だということを言ったんですけども、いかんせんこれ断層として短すぎるわけです。で、どういう理由かというとですね、その今 の、 断層をこんなちっちゃい、断層をしているところですけども、今日その部分を追加したんですけれども、
ども、これがいいかな、赤丸印が眼球の隆起速度を調査した結果なんですね。赤とかピンクとかオレンジとか、これは隆起速度を調査した結果、プロットしたで、赤いところが最も激しく隆起しているところ、単位はですね、隆起速度は メートルとか KY ですね、1000年あたりメートル、1000年あたり例えば250メートル、300メートルぐらい、1000年あたり、0.25 メートルですね、25センチで、そういった隆起速度で隆起が観察しているということなんです。で、これをですね、じゃあ断層運動で説明するとどうなるかというと、そのどこに断層を持ってくるかが一番説明できるか、うまく説明できるかというのをこんな風にしていろいろシミュレーションします。これは傾斜角度を60度にしてみたり、45度にしてみたり、あるいはその断層の一番よく揺れを出すところですね。これを どういうところにこう置くと一番これを再現できるかというシミュレーションをやっているんですね。で、これを一番再現性 の高いものがこれだという。これはちょっと拡大していきますと、でこの20キロから右側のと左側、山になってますけども、結局その断層を想定して、隆起を考えるとこういうその隆起になる。でこれが黒い線がシミュレーションで、赤い点が実際の観測値なんです。でこれで合ってると、よく再現できているというふうに人間開発は言うわけですけれども、よく見るとですね、20キロからこちら側の25キロの赤い点というのはずっとこう、水平に続いているじゃないですか。でその点は全然無視しているんですね。これちょっと拡大しますと、今言ったのはこの部分ではちょっと見えないけども、25キロの27キロぐらいのところで点が、これは要するに実測観測値として電源開発は合ってると言うんだけども、全然合ってないわけですよ。より分かりやすいのはこっちですね。これですね、北の方の図は先ほど見てもらったので、さっきのこの、図をですね、45度、分かりやすいように45度、回転させてみました。これですね、ここにですね、赤い点があるんです。ここも隆起してるんです。非常に激しくということになると、この45度にまず出したわけですけれども、この赤点を入れるとですね、この辺りにプロットされます。つまり、こういうその、ウコグマからシモグロにかけての大きな断層を想定しないと、こういうその、実測観測値を持ったものは説明できないんです。説明できない。で、結局その電源開発がやろうとしているのは、イコクマのあたりの小さい 2.2 って書いてあるんです。イコクマとは書いてあるんですね。これぐらいの短い断層しか想定しないで、いるんだけども、それでは全然この下北半島の隆起が説明できてないということ。こういうことを、裁判所は主張して出しております。これは、本件裁判は被告、国もいますので、国相手にもこういうの騙されちゃダメですよという注意を込めてですね、こういう主張をしているということになります。これ非常に分かりやすくですね、このいう論点なので、あまりこう、すごく原発裁判の難しいね、地震動の難しい議論じゃなくて、この、シミュレーションでは、この小さい短い断層ではこれは説明できないでしょう。現実に起こっている現象を説明できてないでしょう。こういう言いかけに諦めろとい という主張だというふうに、私の方から言います。青木さんが到着してるんで続けていいですか。じゃあ青木さんお願いいたします。法廷でかなり聞いていらっしゃったんですか。聞いてない。聞き出して、内容なんですけど、次で軽石の規制というのは、軽石という言葉では出ているものがあって、火山の噴出物ということで、火山の影響ということであれば、この設置許可基準規則の6条1項で、規制するものであろうというふうには思います。で、その
審査に使う火山ガイドを見ますと、あの次より、ここに書いてあるようなやつで、まあ、貯水設備とか原子の大きい規格で、ちゃんと、まあ、それの機能が維持できるようにしなさいよというのになってて、その場合の、高火災物っていうのは、まあ、言葉だすると降下するものっていうのを噴出して降下するやつだから、例えばその海底火山が爆発して下からバッと上がってきたの、言葉としては違うよねって、軽石そのものについて書いているものがないんで、そういう意味ではなんか基準としてもちょっと足りないんじゃないかと考えれば、それだけで、まあ、欠落しているということで違法だということになることです。でこういうことで軽石はまあ影響するとなると、この複製機って書かれているところで、原子炉から蒸気をですね、水に戻してまた原子炉に戻すという、それの、蒸気の熱を取るというので、そのために海水を使うということで、そこの海水を、流すところに悪さをするんじゃないかというのが心配されることです。で、はい、次、まあ、ここにあるようなその不思議の中で、海水を、まあ、汲み上げて、あの電熱化ということをところを海水を通して、それに触れるその蒸気を冷やして水にして戻す、そういう仕組みですので、例えば電熱管が、まあ、軽石で詰まっちゃって、それはこれでちょっと、熱が取れなくなるという最悪、そんな事態もあり得るよねということです。でこれはその本件の、海水の取水経路でどこから水を取るかというと、あの赤枠で囲われたところが取水ピットで、そこにこの海水ポンプがあって、そこで汲み上げるということになっています。でそこは、原電の方、原電や電源開発の方は、その異物がそこに入らないように、それを吸い込まないように、ああいういくつもの障害を設けてからいいですよという説明はしておりました。はい、次でどうやって汲み上げるかっていうと、そういう縦軸のこのポンプで一番下にあの羽車があって、それを回転させて、で、まあ、圧力をこう違えてずっと吸い上げるという、そういう形で、右側が、本件の外略図です。ただその一番下に羽車が組み込んでないんで、同じ構造も高浜原発から持ってきて、こんなところに羽車がありますよということになりました。でもこれはまあ軽石がいろいろな形があって、空撃があってという、まあ、いろんな形状が考えられるねと、まあ、潰れやすいと思います。で軽石についてどんな評価しているかというと、今は設置変更許可の申請ですけど、もともとの設置許可処分の時に1回軽石についての検討がなされただけで、今現在その新規制基準に基づく、軽石の評価というのはされていません。でその時に軽石の影響、ゼニガメが噴火した時の軽石の影響についてちゃんと答えなさいよということを求めました。で、さっきあの海水を取水する経路が出てきたので、カーテンウォールということで、あそこで、あの表層部分はあそこで止まっちゃうから、だから、まあ、そこに漂っているやつは防げるとか、タレカベットでよくわかんないですよね。まあ、タレカベも同じような感じですね。それから次、はい、あこういうスクリーンで、あそこそのスクリーンがこう回転する形になっていて、それに、まあまあ、異物が乗っかって、それを細くして上に上げて、それで、上まで行ったら捨てると、そういうスクリーンというのがあって、それで、まあ、ある程度防げると。ここで言うと1から10センチ程度の異物は防げますよじゃないかという、それからこれは海水をいよいよ入れるときに、あのストレナっていうんで、まあ、網みたいなやつですね。そこで、電熱管の2分の1相当ぐらいの穴でからしか入らないようにするから、それ以上のものは入ってこないぞと、それで防ぐんじゃないかということを言っていて、それからもう一つは
さっき見たポンプのですね、時空系の軸の間、当然空いてるんですけど、そこに異物がこう入り込んで、まあ、ガチッとこう噛み込んで動かなくなっちゃうというようなこともあり得るんじゃないかとは思うんですけど、まあ、そこは水の流れで外に出るようになってるから、まあ、大丈夫じゃないのっていうのが向こう側の説明です。で、今まで言ったのも、まあ、こういう具合にそれぞれ設備が働くから大丈夫じゃないのということで、その説明についてその審査員村上さんという人が、それはいわゆる定性的な説明で、まあ、定量的具体的な説明にはまだなってないから、それだったらその機械設備が動くんじゃないのというか希望的な観測ぐらいのことであるんで、こんなんだとちょっと加点がいかない、やっぱり具体的な検討をしていただいた方がいいっていうのを2019年に言ってました。これ2021年はこの間いろいろ軽石が押し寄せた時に石渡さんが問題にして、さっきのスクリーンというのがありましたけども、あれでその有効に働くというのはクラゲぐらいしかない。軽石だったらこのスクリーンですくい上げた時にバラバラってなって、やっぱそうすると細かくなっちゃって目を通っていってしまうだろうという、そういうことを言ったら、まあ、こういうやつで今言ったのはこのトラッシュレイスキーバースクリーンって、トラッシュレイをガバッとすくい上げてそれを外捨てるというやつなんだけど、クラゲならすくい上げられても軽石だったらそこで壊っちゃうじゃないかと、そんなことですね。まあ、これも同じようなやつです。はい、でその石渡さんの見解して、田口さんというのがメッシュは9ミリだから細かくなっちゃったら当然目を通っていって、それはもう熱交換器になっちゃいますねというのを認めました。そしたら石渡さんが、まあ、軽石が来るとなったら半端のない大量のものが来るということを考えて、ちゃんとその場合でもこういうスクリーンが働くということを確かめる必要があるということを言って、そこで終わっちゃったんですけどね。それ以上前でやってない。でこれはまた村上さんが別のところで言ってるんですけど、まあ、軽石については、まあ、正面切ってそれに対する影響を評価をしているものが原発事故ではない、そんなことでは全然その規制としては不足していて、まあ、早急に軽石対策についての検討を求めるような、そういう基準がなければ今欠陥状態であるということをおっしゃっています。で、じゃあ軽石に来た場合どんなことを特に本件について考えなくちゃいけないかというと、ゼニガメカルデラというのが、大間原発斜め向かいぐらいにありますので、それが噴火をした場合どうなんだろうか、その量的なものですね、その場合にそれが来た場合にどうやって防げるか、果たしてどのくらいの量だったらどのように防げるかというようなことを検討しなくちゃいけないし、それも量的な話だから定性的に大丈夫ですよというのは判断ではダメだと思いますし、さらに熱交換器の中にどのくらいのその軽石が入ってきたらそれがどういうふうな悪さをするかと、いうようなことも、まあ、実験等で検討しなくちゃいけないだろうというふうに考えます。でその結果まあ、それぞれの、安全確認を必要とする箇所が、例えば電熱管が、まあ、もう閉塞したり、した場合にはどうなるかとかいうようなことをちゃんとこう考えなくちゃいけないのに、それがなされてませんねということです。で、安全設備について、まあ、具体的に今までそんな大変なことまで言ったものはないんですけども、でも、まあ、そこそこ不具合が生じているので、まあ、それから、押し量れば、まあ、いろんなことが考えられるので、それについての定量的な具体的な検討が必要であろうということで、具体例をちょこちょこっと出しました。これはそのロータリースクリーンが、
変形したり、それから、外れちゃったり、そんなことをした事例がありました。はい。で、原因は、まあ、ここに書いてあるようです。で、まあ、チェーンが水流で揺れて外れたとか、そこから噛み合わせが悪くなって変形したとか、そんなことがありました。それから、これ、電熱管が基準を下回るような、下回る、基準を上回るような摩耗をしているっていうことが、数本、2回ありました。これを長げたんですけど、その原因として一つについては、海洋生物などの付着によって減肉したんだろうと言われてますけど、どのような海洋生物がどのように付着して、それで摩耗したかというところまでは書いていないんだけども、まあ、そういう海洋生物の付着で減肉したということがあるので、まあ、これからすると、やっぱり軽石が入り込んだときには、何らかのことが起こるだろうという前提の具体的な検討が必要であろうというふうに思います。で、これはもう、今までの軽石の影響っていうのは、まあ大丈夫だろうというような、そんな評価であって、今回のような軽石がいろいろ流れて、もう、右往左往するような状態が実際にありましたし、それよりも大量の軽石が来るということは当然考えなくちゃいけないことなんで、その場合にも安全がちゃんと確保できる、設備の安全が確保できるかどうかについて、具体的に検討しなくちゃいけないし、それがされていない現状では、これは動かしちゃいけないぞと、そういうような主張をいたしました。以上です。どうもありがとうございました。いつも弁護団の話は、ちょっと一応時間ギリギリで質問の時間もなかなかないんですけど、今日はまだちょっと時間がありますので、今2つの、お話をしていただきましたけど、何かご質問ありませんでしょうか。海洋生物の話はちょっと栃木規制法になりますので、ちょっとまた違うかなとか思うんですけれど、今田中さんどうぞ。ちょっと今の軽石の話ですが、あれは北海道とか青森の沖合にですね、海底火山かなんかがあって、そこから流れてくるっていうのは予測みたいなのがあるんでしょうか。少し前でしたけど、なんか沖縄にですね、えらい流れついてましたね。あんなようなことが起こる可能性があるものは見つかってるとか、そういう話があるんでしょうか。それが一つお聞きしたい。それで、すいません、田野先生の方はですね、ちょっとずれるかもわからないんですが、この大間がですね、地震とかをかなり激しい地震とかを食らったときにですね、核暴走事故を起こす可能性はないのかっていうのをですね、ちょっと素朴に感じるんですけど、まあ、私の生半可な知識、教えてもらった知識ではですね、そのウランに比べてプルトニウムというのはですね、その地発臨界から即発臨界へ向かう距離がですね、ものすごく小さくて、したがってまたコントロールがしにくいですね、核燃料だっていうようなことを、まあ、耳に挟んでるんですけれど、そういう観点からしたときですね、そのこのフルノックスというですね、こういうその原子炉というのはですね、従来型の原子炉とは違うレベルの危険性があるんじゃないかという、すごくに感じるんですけど、そこら辺はもしご存知でしたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。津軽海峡の函館側の方にあるジャニガメという、火山があって、まあ、そこが、まあ、どの程度の規模で、噴出するかっていうのは、最近まだ検討はしてないんだと思いますけど、それが、まあ、それ以下によっては、軽石の影響があるということを、考えなくちゃいけないという、そういう主張でございます。で、火山について、設置許可書のところでは、今言ったように、そのゼニガメの影響を考えなくてんで、検討はしたんですけど、その際には、あんまり大した量ではないという前提だとは思うんですけど、海流のその流れの方向で、
大間の方には来ないという前提で、原電側はその次の検討をしています。だからそこはもう簡単に端折っちゃってる感じです。で、大間原発の函館でやっていた一審訴訟では、ゼニガメの火山の噴火は考えなくていいんだと、そこまで言って、ました。だからこっちでは考えているのに、火山の噴火としては考えなくていいという、そういう矛盾なことを募集したと言っておりました。後半のご質問はですね、なかなかいい質問ですけれども、フルモックス炉と、僕は高速増殖炉の門司の裁判をやってたんで、さっきおっしゃったのは高速増殖炉の場合には非常に制御が難しくなって、コイル係数が係数が逆になってて容易に暴走するんだっていう、そういう主張を門司の訴訟でもやりましたし、それがひとたびは認められてね、放送事故が起きる、その場合には非常に過酷な事故になるということで、名古屋高専の金沢支部で勝ったわけです。だけどもその、僕らは、この、大間の訴訟やるときに、門司の訴訟を一生懸命やってくださってた小林啓二先生に、お願いしていろいろ検討してもらって、同じような危険性が あるかないか、確かに軽水炉に比べてですね、燃料の温度が高くなるし、制御が難しいという要素はあると思うんですけれども、暴走しやすいっていう、そういう性格があるっていうことは聞いてないです。そういう、小林先生がそう言うならそうかなっていうのをなんか思ったんですが、そこで、思考が止まってるっていうような感じですけれども、でもおっしゃる通り、フルモックスっていうのは世界的に見ても経験した例がないような、そういう原子炉を、原発を全然運転したことがない電源開発っていう会社がやるっていうこと自身が、本当に危なっかしいし、どんなに隠されているような危険性があるかどうかわからない。でしかも、全部そのモックスで、プルトニウムがごっそり使ってあるわけですから、これがもしですね、福島並みの炉心溶融事故を起こした時には、プルトニウムの溶けた全部外に出てしまうわけですから、大変なことになると。それは福島原発事故 とは比べ物にならないような悲惨な災害になるということは、核暴走が起きる起きないにかかわらずですね、炉心溶融の場合であっても極めて深刻な事態だと、そのことは総理は主張しているという。それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。ゼニガメというところは火山のことをおっしゃいましたけども、あそこの近くには恐れ山なんですね。あそこも完全な活火山ですけど、そちらの方の問題は扱っていらっしゃると思います。もちろん火山灰の方が問題になると思うんです、恐れ山とジェニガメと他にもいっぱいあるんです。エサンの方もあるんだし、もうちょっと離れれば東野湖とかの辺もあるし、ただ一番その近くて影響が大きいと思われるのはジェニガメで、ジェニガメについて もしも火砕流、火砕流がそのまま来てですね、桜島のアイラカルデラみたいな同じようなことになるよ、そういう主張もしてるんですけど、なんて言うんでしょうね、電源開発は、過去に1回しか爆発した例が報告されてないから、もうこれは無視していいんだと、そういうわけのわからない評価もしてないんですよ。そこは非常に問題で、その問題については市民訴訟の方に死んだ判決で僕らも勝てると思って判決取ったんだけど、そこは判断されてないんですよ。別に負けたわけじゃないですし、一審判決は基本的にこの原発は危険性が強すぎて、そう簡単に許可は下りないだろうから、まだ住民には危険性がないっていう、そういう理屈で受けたわけなんですね。そのわけがわかんないそういう意味じゃ、さっき佐藤君が言ってくれたように、もう認められて当然他のようなことが書いてあって、その時には原子では動かないことになるから、住民には被害が起きないでしょう。
そういう不思議な論理でした。既につままれたような交際、こちらの函館市の訴訟ではそういうことにならないように慎重に訴訟を取ります。市民訴訟の方も札幌の交際で今続いています。どうもありがとうございました。では次に、カイト先生の方のお話よろしいでしょうか。はい、それで今、後ろの方に置いてありますけれど、東電役員に中産教員の支払いを命ずという出たばかりの本ですけれど、海人先生がお書きになった、はい、いや、弁護団で書いたんですけど、原告団で書いたんですけど、この本がまだ書店に出てないです。出てない。書店は10月24日、この去年の審査の時にはですね、そういうことがあるかどうかを確かめるために法律を作ったんです。そういう説明です。答弁は適切でない、立法事実があるかどうかを探すために調査していく。立法事実を探していくんだというのは、ここのここのさんというのはなかなか愉快な方ですけれども、こういう人ことを言ってました。あとですね、土地規制法という法律を、法律家の目で読むとね、何も書いてないんですよ。何も書いてない。あらゆることが、政令、省令に委任されてしまっているとそういう法律です。これどうですか。法令の法案の中 の概念や定義が非常に曖昧、重要施設とか生活関連施設、これ何でも入るよね。生活に関連する施設ってあらゆるもんでしょう。今のところ原発の発電所、そして、基地って言うんですけれども、いくらでも広がりうるんですね。で対象者の何を調べるのかっていうのも分かりません。1キロ圏内が対象地域っていうふうに言われてる。基地の周辺1キロ圏内っていう、でも基地って言ってるけれども、市街の周辺1キロなんですよ。市街の防衛省が当然最も重要施設だから。そうするとですね、の事務所なんかもないんですね。1キロ圏内にも、いろんな設備がありますけれども、そういうことが考えられます。そしてそこに土地を持ってる人、そこに土地を建物を借りてる人は当然対象者なんだけれども、そこに出入りしている人っていうのも対象になるんですよね。だから基地の反対運動で基地周辺に出入りしている人なんかも監視対象になるということです。当然アサックハウスに、で、関係者も密告を踏みつけられて、地域の中での活動の分断がもたらされていくっていうことです。で、最近やっぱりスパイ防止法なんてことも言われてきましたけれども、これは1941年の太平洋戦争が起きる半年前の銀座通りなんですね。なんかこんな風にちょっと似てきてると思う。スパイに警戒しろ。でこれはやっぱり1941年 その新年号の、これ小学じゃなくて国民学校6年生が見ざる言わざる聞かざる、こういう子供になりなさい。いや本当にそんなのやってもこういうことをですね、子供たちに教えていたということが分かります。で平和憲法になったことによって秘密特許っていうのもなくなったし、軍事目的の土地所有なんてものを禁止されたんですね。これ憲法9条ができたことによってそういうことが起きたんですけれども、今回の法律によるとですね、勧告や命令に、ちゃんと従わないとですね、その土地の利用に著しい支障が生じる場合には総理大臣が買取を求めることができる、命令に従わなければ処罰されることになるということになります。だからこれはですね、本当に買い取りを土地収容の手続きってかなり厳格な手続きなんだけれども、基地は土地収容できなかった。原発も実は土地収容できるんですけれども、原発推進の歴史の中で土地収容やったことは一度もないんですね。これ非常に面白い現象だと思うんですけれども、原発はそれだけ後ろ暗いものというふうになって土地収容できなかった。だけど原発や基地のために収容じゃなくて土地を強制的に買い取る。これお前が持ってると危険だから売れるという、
売らないと処罰されるとそういうことが起きようとしているということですね。でそれについて不服申し立ての手段もないということです。でこれはですね、沖縄国際大学の屋上から普天間基地を撮った写真なんですけれども、こんな写真撮ってるだけで危ないかもしれない。これ僕自分で撮った写真なんですけども、2017年にこの国際人権法学会が行われた時に、撮った写真なんですが、政府はですね、基地周辺で座り込んでいても監視対象にしないって言ってんですけれども、基地周辺の建物から継続的に監視している行為は機能阻害行為だという答弁書があるんですよね。基地周辺から継続的に監視しているっていうのは、だからいわゆる基地の監視活動をやってる人のやってる行為ですよね。それを規制対象行為にする可能性がある。最近この鳥類の研究者の宮城明乃さんという方が何度も警察の弾圧を受けてて起訴されて裁判になるのかな。彼女がやってることっていうのは、その沖縄のですね、森の中に米軍が遺棄していた、さまざまな危険なその物質をちゃんと拾い集めて米軍に持っていけって返すわけですよ。これ並べてるのはこれあなたたちのものだから持ってきなさいって言って並べてるんですけれども、それが業務上じゃないや、威力業務妨害罪、遺棄されていて危険なものを自然を壊さないでくださいっていうことで拭き取りなさいって言ってる行為を緑道妨害に通っているわけです。で、これはその基地や原発の監視行動も規制の対象になりうるんじゃないか。でとなると、まさしく今日のテーマである浅草ハウスの写真も持ってきましたが、浅草ハウスっていうのはですね、本当にもう原発の中なわけですよね。原発の中にあるんです。で、そこからずっと原発の中を見ている行為自身が機能阻害行為だということで、それに対して、命令をかけて、そしたらその違反しているのであれば土地を強制的に買い取ると。今まで土地所有されないで持ってきた土地についてですね、その土地所有権を奪いに来る、その危険性だって僕はあると思う。そういう意味でもたくさんの人が訪れてですね、きちっと支えつけていかないといけないなというふうに思います。で、この話をするとですね、いろんな市民集会でもですね、じゃあ基地の周辺が、中国なんかに買い占められたら本当に困るんじゃないかと、そういう心配は本当にないんですかと、海部先生はそんなことを認めるんですかとか真顔になって詰め寄られることがあるんですね。で、このことについてちょっとお答えした方がいいと思うんですけれども、この法律はですね、外国資本が土地を取得することについては何も言ってないんです。外国資本が土地を取得することを禁止するっていう法律、これがいいか悪いかという問題あるけれども、そういう法律じゃないんですね。そういう法律だというのを思ってる人が多いかもしれないけど、むしろですね、外国資本が土地を取得することは、ここに赤字しておきました、外国資本による対内投資やイノベーションを生み出す技術やノウハウをもたらして地域の雇用機会を創出するんだと、それは禁止しないでどんどんやってくださいと。だけども特定の国が何か買うということについては、問題が起きるかもしれないから、そういうことが起きないように周辺住民、日本国民も全部関係なしに全部監視対象と言ってるんですね。すごくおかしいと思いますね。いろいろ調べてみるとですね、アメリカとオーストラリアなんかはですね、外資による土地の隣接地の土地取得そのものを禁止したり、取引の停止権限を与えたり、そういうことは作ってるんですね。これがいいかどうか分かりませんよ。だけど実際にアメリカと中国、オーストラリアと中国、結構険しい関係になってて、こういう法規制はつい最近やっているんです。だけども日本はこれはやらないというふうにして、これは雑踏違反なの、自由貿易違反なの、自由貿易違反でやれない行為だけど、そういうことをやる人がいるかもしれないから、無差別に監視対象に置くっていう、そういう法律制度を作ったということです。それからですね、ちょっとせっかくなので、まだ時間があると思うんで、経済安保法の危険性の話をします。経済安保法は今年できた法律ですけれども、
ども、先端的な重要技術って言ってるけど、これは要するに軍事にも使える、いわゆる軍民両用に使えるような先端技術、宇宙、海洋、量子、AI、バイオ、こういう分野をやるっていうふうに言ってるんですよ。そして国営のシンクタンクみたいなものを作ります。で、その国営のシンクタンクはですね、学位を授与する機能まである。大学がやらないからも国が作って、そのシンクタンクでそういうことをやらせるっていうことを組み始めているわけです。そしてこの研究開発の成果が防衛省の、軍用の防衛装備品に使われるということはあり得るということを、認めました。今年の4月19日の参院の内閣委員会で、水戸さんがその小林大臣に、これも何度も5回くらい質問してようやく最後認めたんですけれども、そういうことはあり得るって言ってんですね。で、朝日新聞のインタビューなんか見ると、金原さんなんかもっと明確にですね、要するに敗戦の影響で軍事研究が封じられてきたと、学術界の安全保障に関する最先端の研究に拒否感を抱いている、それをなんとか札びらでほっぺた叩いてですね、軍事研究やらせるんだと、それが、特定の兵器開発ではないんだと、産学官を挙げて科学技術を進展させていくことが安全保障の一丁目一番地だと。ことを言っています。で、そのシンクタンクには100人も超えるような規模感のものをやるということになってて、これはですね、予算規模がすでに2500億円もの予算が取られていて、もう間もなくそれぞれ倍増させて5000億円する。これはね、科研費1年分の科研費を大幅に上回るぐらい、全ての大学の科研費を上回るような費をここにポーンと仕込んでるということなんですね。それによって軍産学の複合体が出現する危険性があるんじゃないか。でですね、これから先はまた原発の話に戻ってきますが、福島国際研究教育機構っていうのができました。あんまり皆さん知らないかもしれないけれども、こういうものはできてるんですけれども、このですね、理事長山崎さんということで、経済安保のキーパーソンの上山さんなども、このイノベーション会議の常勤議員も有識者会議の議員となっているということで、創造的復興の中核拠点だというふうに言われているんですけれども、これがこの経済安保でやっているその今言ったシンクタンクの一つなんじゃないかというふうに、私は疑っております。で、このことはですね、福島県国際研究開発機構の整備という形で、この復興の枠組みの中でやられている復興予算自身が軍事にも流用されているという可能性があるわけです。もう一つですね、官民共同の技術協力の拠点として、ロボットテストフィールド、イノベーションコーストというのができました。イノベーションコーストの中の一つの設備で、ロボットテストフィールド、RTF というのができているんですけれども、2020年から開始されているんですが、無人航空機、災害対応ロボット、集中探査ロボットなどができている。で、これらの説明を見てるとね、陸海空で活躍するロボット、陸海空とか自動であるよね、あの完全に自衛隊用語ですよね。で、開所式でインフラや災害現場など実際の使用環境を再現することで、陸海空ロボットの才能評価操縦訓練ができる世界に類を見ない施設だというふうに言っているわけです。まさにそのこれはまあ地元への説明は、福島第一原発の廃炉に必要なロボットを研究しているということで、みんなに納得させているわけですけれども、どうもそういうものではなさそう。で、こんな、これはポンチみたいなもんですけれども、ロゴイズ設備にトンネルがあったり、池があったり、こういうものを作ってやってるんですが、この関係の資料の中にですね、こんなのもあるんですね。これはね、防衛省の陸上、防衛省技術研究本部陸上装備研究所のレポート、これレポートです。これ見てもらうとね、あの戦車みたいなのがあってですね、そのすごく遠いところからその指揮統制装置で、ロボットを操作すると、ここに CBRN5000 災害における初動対応って書いてあります。CBRN というのは何かっていうと、ケミカル、バイオ、ラジオアクティブ、ニュークなんです。
要するに化学兵器、生物兵器、放射能兵器、そして核兵器ですね、そういうもので汚染された地域での作戦行動ができるようなことをこのロボットテストフィールドで研究しているということが分かります。まさに、これは、まあ、そういうもので、次にですね、この民間版の秘密保護法としてのですね、セキュリティクリアランスが導入されようとしている。今まで公務員にはセキュリティクリアランス、この秘密を扱う資格ですね。で、国に出向した民間企業の社員にもこれは課されているんですが、国と共同研究をやる民間の企業にも、のものにもこれを課そうというのが、もくらまれていて、経済安保法の第2弾としてそれが出てくる。もう高市さんもやるというふうにはっきりやっているわけです。次に控えているのは民間の、セキュリティクリアランスの導入だ。で、もう一つはスパイ防止法をやるとして、高市さんスパイ防止法をやるとしてるんですけれども、スパイ防止法っていうのは、もともとは国家秘密法と呼ばれていた、中曽根政権の時に自民党が提案したものです。政府が提案しないで自民党が提案した。政府はいくらなんでもこんなことはできませんってことだったんだと思うんですけれども、これはですね、秘密を漏らして外国に提供したものを死刑に処すってことです。特定秘密保護法は特定されている秘密を漏らした時に懲役10年。だから、うんと重くなるし、特定もされていない。で、外国に通報する目的があったら、極刑に処すと。そういう法律を作る可能性があるわけです。で、まあ、こういう話するとですね、じゃあ、中国とどういう関係を結べばいいんですか、日本が中国に言うように技術を盗まれていいんですかとか、まあ、怖い顔して、なんか、睨んでくる人がいろんなところで言うんだけれども、僕の感覚で言うとですね、この秘密保護をどんどん強化していくということは非常に危険があってですね、国民が真実を知ることができなくなっていく、そしてその隠された情報の問題があることを取材して報道しようとするようなそういうジャーナリストがいなくなる、まあ、いても捕まる、まあ、こういうことになっていく。確かにですね、その中国とアメリカとはものすごく、関係が悪くなっているし、日本は完全にこの争いでは中国側についている。だけどですね、中国側についている国もすごく多いわけですよね。世界を二分するような状態になっていて、日本は本当に、アメリカ一辺倒で本当にいいんだろうか。でそして、米中が相争うときに日本はどういうスタンスで臨むべきなのかということをきちんと僕は議論するべきだと思います。私の個人的意見を言うと、この中国の人権侵害、民主主義とか人権を破壊しているようなものについてはきちんと意見を言う、隣人として意見を言う。しかし中国との経済的な関係は、極力ちゃんとつないでいく、そのことによってむしろ関係をその深めることによって中国の民主化が進むようにするという付き合い方の方が正しいんじゃないかと思います。ソビエトが最終的に崩壊して民主化されたのもですね、そういうふうにヨーロッパ側は付き合った。その、まあ、ヘルシンキプロセスって言うんですけれども、その結果は変わっていったわけですけれども、対立を煽り続ければ最後は戦争になる。中国とそのアメリカ、中国と日本、そして台湾を組み込んだような形の戦乱が起きたらですね、本当にロシアとウクライナみたいなことになってしまいかねないんですね。そうなる、もう何度も前のところでそれを止めなければいけない。私は別に中国の今の体制は正しいと思っています。人権侵害についても大問題だと。でも人権侵害を国内で繰り返している国を攻め滅ぼしていいっていうそういう国際法はないわけですよ。それは僕は間違っていると思うので、平和的なやり方で問題解決するべきであるというふうに考えております。要するに経済安保法を発動したらですね、どういうことが起きるか。経済安保法を発動すると日本の、大きな企業で中国系の IT を導入している企業は全部それを撤去しろと言われると思います。で、中国系の IT 企業は日本で勝負できなくなる。そうすると完全に中国側はそれに対する報復で重要な物資の日本に対する輸出を禁止することになると思います。で、そうなると日本はその中国許す街っていう空気に包まれると思うんですよ。
日本から仕掛けているのに中国がそれに対する対応を取ったら中国に留守まじってことになってしまって、もうとどめようがなくダメじゃないかなというふうに思います。まあ、なんとか僕はその中国との関係をですね、良くするためには国レベルの関係だけじゃなくて、まあ、自治体レベルで中国のいろんな国と友好都市関係を結んだけど、実はものすごく多いんですけど、そこ今すごく冷え込んじゃってると思うんだけれども、あと市民レベルでなんとか交流してですね、僕は中国の今の政治体制と中国の国民が何を考えているかということは分けて考えるべきだと思います。でそして相互に尊重するような関係を作っていく中で戦争の危機を食い止めたいと思っております。ちょっと原発の話と違うところに最後行ってしまいましたけれども、重要なことなのでちょうど20分経ったと思うので、これくらいさせていただきます。ありがとうございました。鈴木先生の話からいろいろ弁護団報告は終わりということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。まず最初にお話しいただいた水沢さんの話とかで質問はお受けしてませんでしたので、そういう質問がありましたら、またそういう質問を敦子さんも交えて答えさせていただきたいと思います。この10回目の、水沢さんの大変参考だったり、ここに出てるですね、この写真の説明をちょっとしてもらえますか。私の後ろに書いてもあります写真の説明です。これは水沢さんが現地で撮っていらっしゃったものです。これはですね、先ほどちょっとお話ししましたけれども、津波をね、この避難所が公園になってるんですね。そこの高台から主に原発の方を撮った写真で、この真ん中に見える建物が原子炉建屋ですね。でそのすぐ下のところに電信柱みたいなの建ってて、下にこう家が建ってます。これ普通の民家です。非常に近いんですね。200メートルか300メートルしか離れてないんじゃないですかね。これ見ると本当にびっくりしますね。あ、すごく近くにあります。はいはい。でこの原子炉建屋の向こう方にちょうど浅子ハウスがあるような感じになりますね。ちょうど影に隠れるように。進捗率が 39% ぐらいというのを以前聞いたんですが、なんかその後動きがあったんでしょうか。以前というのは311の頃ぐらいですか。だいぶ前なんですけど、何かその辺の情報はありますでしょうか。それではちょっと水沢さん分からないみたいです。すいません。すいません、間違いでした。大間原発は進捗率が 39% っていうのはだいぶ前に聞いたんですが、その後何か進んでいるんでしょうか。詳しくはまだわからないですけれども、工事はほとんどやってません。なので進んでないと思います。でも 100% か確定ではないので、ありがとうございます。いいんですけれども、でも聞くことだいたい38で39っていうことで、それ以上のことは言わないので、表向きはそういうふうに止まっていると思います。はい、ありがとうございました。福島水沖員が会議から駆けつけていただきましたので、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。もしかしたら
参議院選挙後初めてになるのかなではないか、でも、まあ、お世話になった勝手に言うとなんかええー、とか思う、まあ、参議院選挙なんとか国会なんとかというか本当に社民党も政党要件確保し私も国会に戻ることができました。とにかく現地の戦いといろんな戦いと連携して国会の中でガンガン頑張りますのでまた今後もどうかよろしくお願いします。重要都市規制法に関してご存知これを対象とするっていうのはこの間発表になりました。でもなぜか沖縄はゼロで離島とか無人島のところが多くてですね、沖縄今やると、まあまあ、沖縄今度那覇市長選が本当に今度の日曜日投開票ですが影響があるから1回目は割と抵抗の少ない無人島を多くしたのかなって正直思っています。今後どんどん増えていくんじゃないか。でも大間は入ってるんですよね。ですから重要土地規制法に関して言えば何ていうか割と私は非常にいや大間って言ってもちょっと部分なので大間原発ではないんですけれどもやっぱりアサコハウスや邪魔じゃないけれどもなんかでっち上げてちょっと土建みたいなことが起こり得ないようにしっかり支えて一緒に頑張り合いたいと思います。もちろん重要土地規制法は廃案へという立場で頑張ります。で月間が衆議院で水木が参議院で予算委員会をやっています。私は予算委員会のメンバーなんですが残念ながら今回はバッターには立ってないんですがバッターに立たせてくださいねとはちょっと頼んだんですが、まあ、それはさておき今国葬やそれから統一教会のことが非常に多いじゃないですか。今日ちょっと言うと昨日衆議院で岸田総理は解散請求するときに、民法上の不法行為は入らないって答弁したんですよね。ところが今日朝小西さんの質問に、民事上の不法行為も入りますって言ってですね朝令暮改定が一体どっちなんだじゃないけれど昨日一日衆議院で揉めていたのは一体何だったのかちょっとすいませんなんかリアルな感じでつまり、民法上の不法行為ってたくさんの霊感商法があってたくさんの被害があるわけで民事は、解散請求するのに考慮しませんよって言ったら統一教会のまさに霊感商法を考慮しないっていうことになって大問題なわけですよ。で昨日はそれで大問題で私たちもおかしいおかしいって言ってたんですが今日あっさりといや不法行為も入りますって答弁して一日一晩でガラッと180度変わってしまってもうなんていうのこの政権って一体何なんだろうかっていうのをとても思っています。でも逆に言うと私たちの頑張り時です。ただですね野党は割と統一教会とか国葬とかいろいろ質問していてでも今日自民党はやはり汚染水の問題これはいいじゃないかっていうのとやっぱ原発推進について質問をするんですよね。だから野党側はどうしてもたくさんテーマがあるのでそこまでなかなかやりきれてないけれども本当に世界で一番安全な基準にのっとりみたいなね原発ベースロード電源として原発をやりますって経済産業大臣や自民党が言うことにすさまじく危機感を感じています。先日また市民団体いろんな人たちと一緒に政府の原発推進政策基本方針についてそれはおかしいじゃないか政府の政策はおかしいじゃないかっていう行政交渉したんですが今こそ私たちはあてそうですね昨日一昨日、まあ昨日、おとといってちょっとつい最近上関原発の人たちが首都圏と山口県の自治体議員の人たちが来てくださって埋め立てのことに関して国土交通省と交渉をしました。現地の人たちはもちろん頑張ってずっと頑張ってるんですがなんか本当にウクライナ状況でもウクライナ戦争から私たちが学ぶことは核兵器も原発も危険であり戦争はしてはならないっていうことじゃないですか。だから本当にまた大きく広げてまさに原発をなくしていくことを
現地の戦いと一緒にとにかくまだ頑張っていきたいと思っています。裁判では避難者の権利が避難者の裁判もあるし、それから何て言ったって13兆円東電の幹部に払えって13兆円以上だけれども、東京地裁がこの被害を認めて払えって責任があるぞって言ったらやっぱ大きいと思うんですよね。刑事裁判も続いてますし、それから、福島 の子どもたちも今ちょっと青年というか20歳過ぎたりしてますが、甲状腺がんの子どもたちに対して6人が提訴をしています。それはもう全面的に本当に応援をしたいと、意見陳述とか読むと、いやこれは子どもにこんな思いをさせちゃいけないと、これは大人の責任であり政治の責任だと本当に思います。ですから裁判勝訴、そして6人だけではなくて、できれば基金とか国の税金ちゃんと入れて、子どもたちの、子どもたちだけではないかもしれないけれど、甲状腺がん、あるいは子どもたちの健康被害について、きちっと医療で支援していくということを、まあ、政治がやるように、そこまで行きつけるように、とにかく頑張りたいというふうに思っています。大間原発の裁判支援で、てか裁判当事者、原告、支援者の皆さん、本当に当事者の皆さん、一緒に本当に力を合わせてやっていきましょう。まあ、函館もね、頑張ってるっていうか、函館市も頑張ってますし、一緒に力を合わせて元気で頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。福島議員から挨拶いただきましたけど、いや、すみません、再びお邪魔します。よろしくお願いします。この土地収容の件に関しては本当にまあ大体は知っていましたが、やっぱりすごい嫌な気分です。でやっぱりあそこの敷地のど真ん中ということで、まあ狙われるかなとは思ってましたが、その通りになりまして、でも負けません。これからも頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日の予定は終了ってことですけど、先ほど福島議員の話にもありましたけど、上関原発のことで、ちょっとお話をしたいって方がいらっしゃいますので、もうちょっとお待ちください。私は上関どうするネットという首都圏で上関原発を止めたいと思っているグループのメンバーです。先ほど福島議員も昨日も参加してくださったんですが、山口県の端っこの上関町で原発計画があって、もう40年も地元の人が止めてるんですね。まだ全然できていません。でそれで上関町の中でも本土側に原発ができて、そこから 3.4 キロの先の岩井島というところの人たちがもう島の人たちみんなで、ほとんどみんなで反対しています。で頑張ってくださってるんです。それで、ですね、上関町長選挙というのはこの10月23日にあります。もう1週間ないです、告示されました。で、上関町の本土側の方はやっぱりそうは言っても推進の気持ちの町長さんがずっと続いてるんです。で岩井島の方も やっぱり反対の気持ちをちゃんと出さないと、今岸田政権が推進しようとしてるから危ないだろうということで、町長選に出ることになりました。島の方で木村勉さんという方なんです。ただそうは言っても島全体は反対だけど、対立の行動にはしたいんじゃなくて、上関町をみんなで良くしていこうというそういう気持ちの方なんですね。で私たちは、選挙権もないし応援できないんですけども、選挙を盛り上げようとか、看破をしようとか、応援の気持ちを送ろうというそういう気持ちで、どうぞ皆さんなんか念を送ってください。で今日チラシなのですが、これちょっとしかないんですが、布メッセージとか応援のメッセージとかそういうのを送っていただけたらいいんではないかと思います。募集してます。それからあと寒波が下に書いてるんですけども、寒波は選挙終わってからでもなんとかなるかなと思うので送っていただければと思います。ということで、すみません。ちなみに私は大間原発でもちろん反対で、函館出身なので、ぜひ大間は止めていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、こちらの方もよろしくお願いいたします。それで先ほどからあさこハウスの
寒波というか支援のことがありますけれど、もちろん朝霞ハウスに直接支援していただくのが一番なんですけど、もし例えば、水島さんたちがや水沢さんたちがやってらっしゃる団体で会員っていうふうなことにしたいと思われる方もいるかもしれませんので、その場合は私たちもこの今申し込み書を作りまして、朝霞ハウス関東の会というのを作りまして、こちらでまた何人かの分を集めて朝霞ハウスの支援をするということも考えていますので、もしご希望の方がありましたら後ろの方に紙を置いてますので、どうぞお名前とかメールアドレスとか記入してお帰りになれば、後でまた連絡させていただきたいと思います。他に何かご質問とかそういうのありませんでしょうか。じゃあどうも長時間にわたりましてご参加していただきありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。次回は3月1日の水曜日で、裁判が15時からですので、報告会はやっぱり16時、今日と同じ4時ぐらいになると思います。どうもじゃあありがとうございました。